です。本日は、またちょっと東海遠征しちゃいました。美浜サーキット来ました。まあ、去年1月に新春走行会っていうのを1月に走って、まあ、今日も1月末なんで1年ぶりなんですけど、去年のね、走り44秒3だったかな。で、一応ね、まあ、去年はね、だいぶちょっとツッコミアンダーっていう運転をほぼ全部のコーナーでやってたんで、とにかく遅い。ぐりぐりアンダーで曲がってたんで、まあ、当日はね、なかなか、まあ、ちょっと突っ込みすぎてるなっていう感覚はあったんですけど、やっぱオンボードとかを後日見て、自分の走りを研究しないと、やっぱ当日自分がどういう運転してるか判断するのって結構難しいんで、だから今回はね、ちょっといろいろ反省して、研究してきて、ちょっと走らせ方と、今回はね、ちょっと42秒入るかなーっていう感じを狙っていきたいんですけど、まあ、できれば42入れたいなとは思ってます。で、平日で1回3000円20分なんですけど、2回だけ6000円で走ろうと思ってたんですけど、3クール券3回6500円っていうね、ちょっと500円、1500、ん?結構2500円ぐらいお得になってくる走行券をどうしますかってちょっと誘惑されて、一応ね、まあ、2本で決めきるつもりで来たんですけど、最悪ダメだったら3本、まあ、500円ぐらいね、まあ、走んなくてもいいんで、3本目は。ちょっと泣きの1回を保険で買ってあるんで、まあ、ちょっと42入れたいなっていう気持ち的には思ってます。わ、でも結構意外と来るね。2、4、6、8台ぐらいか全部で含めて。うん。っていう感じで、ちょっとね、9時走行見送って9時20分からちょっと走行しようと思います。1本ちょっと見て。うん。で、そうだね。結構フェニックスコーナーで、去年はすごいピッチングバン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 跳ねちゃってたんですけど、で、今シーズンはね、本庄も同じピッチング出るコースで、今シーズンはそれ改善されてたんで、やっぱ自分の狙い通りの、足のセッティングと、いろいろ変えて、やっぱこう、ドンピシャだなっていう感じでハマってるんで、それの答え合わせも今回フェニックスでできるんじゃないかなっていうのと、あとね、美浜ね、ちょっとギア比が結構合わなくて、2速3速で足りるコースだと思うんですけど、結構やっぱコーナーの R がね、全部小さくて、2速まで落とさないといけないコーナーばっかりなんですよ。これね、俺苦手なんですよ。2速でぐーっと我慢して曲がるっていうの。それはまあちょっとね、今回研究してきたんでね、走りも改善できればいいなと思うんですけど、で、何が嫌だって、エンジンを7000回転以上回すのがあんまりちょっと気持ちよくないんで、結構ね、レブギリギリとか、1コーナー、2、3コーナーっていうのかな、あの辺も2速で引っ張るか3速で行くかっていう感じで、2から3に上げるとシフトラグ、ロスもあるんで、あんまりタイム狙うならあんまりしたくないんですけど、エンジンの保護を考えるとちょっと3入れていこうかなとか思うんですけど、どうしようかね。まあとりあえず走ってみてだね。タイヤもちょっと温存しなきゃいけないんで、あんまり3本は極力走りたくないんで、やっぱ久々に来たけど結構登ってるね、坂だね、美浜って。そんな感じっすね。はい、
はい、1本目はね、まあ、3回アタックして44秒2、43秒4、43秒4。ね、まあ、1コーナーがね、ちょっとまだ甘いかな、いけるかなっていうのと、あとやっぱその次が2速レブ付近で、突っ込むか3速に変えちゃうかがすごい迷う、って感じで、で、その後のヘアピンはまあ、そこそこで、その次のフェニックスの進入はいいんだけど、出口がちょっと、やっぱピッチングはなくなったんだけど、ちょっとテールスライドが結構しそうな感じで、アクセルが早く入れられない感じです。で、その次下ってって、ウラストバーっと行って、そこも3速か2速で迷ってて、結局まあ2速にしようかなとかは思ってるんだけど、そこもね、ちょっとオーバーステアが出る感じになるんで、ちょっとね、踏みたいのに踏み抜けない感じ、ちょっともどかしい感じで、次の定常円っぽいところが結構下手くそで、ちょっと突っ込みすぎてるのと、早めに出口側がインつきすぎてる、縁石右側踏むと多分ね、加速でトラクションかかんないんで、で、あと最終コーナーもちょっとね、出口の加速重視で立ち上がってみたんですけど、そこもね、ちょっとね、オーバーが出そうな、ちょっとビクビク、オーバー出そう、どうか出そうだなみたいな感じなんで、ちょっとね、踏みたいタイミングで踏めてないっていうのもあって、とにかく出口がオーバーになっちゃいます、全部。やっぱちょっと塔が、リアの塔がアウトすぎてるのもあるので、ちょっと苦戦してますね。ちょっと、どうだろうな。42、このままだとちょっと難しい。オーバー出るのを恐れずにちょっと踏んでみるしかないかなという感じです。車の姿勢を、そんなに用が残ってるとは思わないんだよな。どうしたらこのオーバーが改善するのかっていう、感じなんで、ちょっと次走ってみて、あとはまだちょっとスピードが出てる時のブレーキがまだ合わせられてないんで、1コーナーは少し詰められるのと、そんな感じかな。はい。
3本アタックね。1ヒート3本アタック。これ俺のルーティーン決めてますんで。はい。で、43秒5、43秒1、42秒9という感じで、一応42秒入りました。感覚的にはもう、まだね、多分もう一歩走れば伸びるかなっていう感じはあります。で、前半セクションの攻略、1コーナーのブレーキがやっぱ慣れて詰めれたのと、うまくターンインできてっていうのが一番大きいのと、で、フェニックスですね、が、減衰、リアの縮みを5段階締めて、伸び側を3段階ずつ、緩めました。そしたら結構リア落ち着くような感じにはなって、そんで、ま、フェニックスのオーバー自体は変わらないんだけど、ま、オーバー、ちょっと弱オーバー、ま、運転次第で今日オーバーに出ちゃうんですけど、ちょっと多分動画撮れてると思うんだけど、すごいフェニックスでスライドしてる動画 あると思うんですけど、それを油断すると今日オーバーになる。で、ちょっとま、意識しながら弱オーバーで持ちこたえて、ちょっとま、カウンター当てながらなんとか立ち上がれるようなぐらいまでは、減衰で、どうにかできたんで、まあ、結構ね、トラクション、抜けちゃって、ちょっとホイールスピンしながら立ち上がるような感じにはなってるんですが、ギリギリちょっとま、持ちこたえられるぐらいのオーバーで立ち上がれることができたんで、まあ、早めにちょっとアクセル入れられて、っていう感じで、そういう感じで前半セクションのちょっと攻略ができたのと、で、あとはウラストから降りて、で、右コーナーがいまいちあんまり決まってないのと、その後の定常円が一番苦手で、ここはどうしてもやっぱり我慢が必要で、ちょっと早めに打角を入れちゃいそうな癖を2本目走ってる時に見つけたんで、それをちょっと、クリップ過ぎてからあんまり打角を入れすぎないように意識をして運転できたのと、で、ぶっちゃけベストの時結構暴れちゃってるんで、もうちょっとうまくはまればまだまだその、中間から後半のセクションですねの攻略はもうちょっとできると思うんで、まだぶっちゃけタイム伸びるとは思うんですけど、ちょっとやっぱ、まだまだタイヤ頑張ってもらわなきゃいけないんで、今日は2ヒートでお預けです。もう1ヒート分あるんですけど、それはちょっと誰かにあげようかなと思います。なんで、とりあえずまあ42秒に入れれたんで、これで43秒だったらもう1回走ってたと思うんですけど、やっぱタイヤもちょっと減ってますんで、今日のところはそんな感じで切り上げようかなと。なんで、まあ良かった点は前半セクションをまあ多少なりとは、この短時間で、攻略できたかなと。で、まあ、後半セクションはちょっともうちょっと我慢と、もう少し丁寧な運転をすれば、もうちょっとね、速くなるかなと思います。はい。という感じでね、まあ、ちょっとね、いろいろやっぱ勉強、研究、反省した回があって、まあ、ちょっと想像してた通りにはちょっと走れてるけど、まあちょっと現地で感じたことをちょっと反省も多少できてっていう感じで走れましたね、今回は。はい。そんな感じですね。まあ減衰やっぱり 2way で縮み伸びもあるんで、結構合わせるの難しくてね、やっぱ僕みたいなド素人だとちょっと感じ取るのがね、やっぱ人間のセンサーがあんまり鋭くないんで、まあでもちょっととりあえず42秒入れられたのは良かったです。はい、そんな感じで以上です。